皆さんこんにちはピッコロ劇団員の菅原祐樹です森の中の海賊船では黒子そしてプルトーネという大悪党を演じていますこの音声では本編をご覧いただく前に物語のあらすじ舞台セット役者たちの自己紹介と衣装についてご紹介します一足先に劇の世界を覗いてみましょうまずはじめに 物語のあらすじについて説明します。主人公の男の子、スキッパーが暮らす不思議な森、コソアドの森にやってきた笛吹きの旅人、なるほどとまさか。どうやら二人は海賊フラフラの宝がこの森のどこかに隠されていることを突き止め探しにやってきたようです。海賊フラフラとは、100年前に不思議な術を操り、 人々からお金を巻き上げたという残酷な海賊です。フラフラに関する貴重な本を持っている作家、とワいえさん。いつも遊ぶように暮らしていて、気分次第で名前を変える双子の女の子、などなど。ユニークなコスワードの森の住人たちと一緒に、スキッパーは森の中にあるという海賊船を探しに行きます。フラフラはなぜ残酷な海賊になったのか。 ふらふらが隠した宝とは一体何なのかスキッパーたちの不思議な冒険を心温まる音楽劇にしてお届けします。それではここで役者たちが演技をする舞台セットのご紹介です。舞台の床は全面真っ黒。舞台の左右両側には役者が出入りする黒い幕が吊るされています。この真っ黒な舞台空間の中心に 巨大な木製の台が設置されています。役者12名が乗って踊ったりしても十分余裕があるほど大きな台です。台の手前、客席側の高さは階段一段分くらいですが、奥に向かって上り坂になっており、台の向こう側は大人が立ってもすっぽり隠れられるほどの高さになっています。客席からは見えませんが、実は台の向こう側には階段があって、 役者はこの階段を登って台の奥から姿を現したり、または台の手前側から飛び乗ったりして演技します。本編では台の上に役者がいる時は台上、役者が台の下の黒い床にいる時は台下と呼ぶことにします。台の中腹には穴があって、普段は蓋で閉じられていますが、蓋を開けて役者が出てきたり、小道具を出し入れしたりして使います。 本編ではここを台の穴と呼びます。今回はこのシンプルな舞台セットが役者たちの演技、そして観客の皆様の想像力をお借りして様々な場所に変化していきます。台上に椅子や机が運び込まれることでとはいえさんの住む屋根裏部屋に見えたり、華やかな明かりに照らされてふらふら一座のステージに見えたり、物語の後半では船の帆や ツタが絡みついたロープが上空から垂れて船の甲板に見えたり、そう思えられたらそう見えるが今回のキーワードです。先に少しだけ紹介しておくと、双子たちが森で遊んでいるところにスキッパーがヨットを漕いでやってくる場面、先ほど紹介した台上が森、台下の黒い床の部分が湖になっていると想像してください。 スキッパーが乗っているヨットは底が抜けていて、役者が足を一生懸命ちょこちょこ動かして進みます。こんな風に今回の舞台は想像力を使いながら進行していきます。さらに今回は役者たちが生演奏する楽器も魅力の一つです。いくつかご紹介しますね。まずはトーンチャイムという楽器。こんな音が鳴ります。 なんだか癒される音色ですよね。続いてはドレミパイプという楽器。プラスチック製の棒を膝や机で叩くとドレミの音が鳴る不思議な楽器です。どんな音か聞いてみましょう。役者たちによるドレミパイプの演奏も今回の聞きどころです。他にも本編では様々な楽器を役者たちが生演奏します。お楽しみに それでは最後に登場人物の紹介です。が、その前に。今回は総勢12名の役者が黒子として登場します。黒ごとは、黒い衣装に身を包み、お芝居の最中に小道具や衣装を持ってきたり、楽器を演奏したり、物語がスムーズに進行していくために働く存在です。実は演劇の世界で、黒は観客から見えないものという約束があります。 今回役者たちは全員が黒子でありながら、出番が来たら黒子の上から衣装を着て、コスワードの森の住人になったり、フラフラ一座の人間になったりします。さらに今回は、少年スキッパーたちの住む現在と、100年前の海賊フラフラの過去を行ったり来たりするので、いつの間にかスキッパーがフラフラになったり、トワイエさんがフラフラの親友、ライターシナリオーノになったり、 役者たちは物語に合わせて臨機応変、あいや、変幻自在に複数の役を演じ分けます。少し複雑ですが、まるで役者みんなでごっこ遊びをしているような演劇ならではの世界をお楽しみください。それではいよいよ役者たちによるキャラクターの紹介です。本編のセリフを聞いていただいた後に演じる役者がご挨拶します。それではどうぞ海賊フラフララは 100年以上前のことだけど本当にいたんだコソワドの森に住む海賊に憧れる少年スキッパーと海賊フラフラを演じます吉村勇貴ですあの人たち怪しいふたこの推理ではどこかで悪いことをして逃げてきてると思うふた子ミント犬のおまわりさん気分次第で名前を変える双子とフラフラ一座の同居を演じます木村美優です ブタコの推理ではブタコ私の名前損したみたい改名相談したいなブタコ神社迷子の子猫ちゃん改名を相談しがちな双子とフラフラ一座の同家を演じます鈴木あぐりですこんな激をするフラフラがですね残酷な海賊になったなんてうん僕にはとてもスラスラとは喋らない作家とはいえとフラフラの親友 ライター、シナリオーノを演じます、今中博です。スキッパーは黒子の上から大きな襟付きの黄色い服を着ています。襟元にはスカーフを巻いて、まるで水平さんが着るセーラー服のようです。金髪の髪の毛があちこちに逆立っています。フラフラになるときはフード付きの黄色いマントを羽織ります。マントは少し透けている素材で作られています。双子は、 黒子の上からピンク色のワンピースをかぶって、髪の毛はツインテールで活発な印象です。とはいえさんは白いジャケットを羽織って丸メガネをかけています。ライターシナリオーノになる時は竹が膝まで伸びた白いタキシード姿に。こちらも少しだけ透けています。続いて笛吹きの二人の紹介です。これには足とこいつのおじいさんのじいさんの名誉がかかってるんだ。 笛吹きの旅人。なるほどと、フラフラ一座の笛吹き兄弟を演じます。立花忠です。お前たちも海賊フラフラの宝を探しているのか。なるほどと一緒に旅する笛吹きのまさかと、フラフラ一座の笛吹き兄弟を演じます。京香です。なるほどと。まさかは、黒子の衣装の上から、お揃いのグレーのコートを着ています。まさかのコートは、なるほどより丈が短めです。二人とも猫のような。 耳がついたニット帽をかぶっていて、腰には商売道具である笛をぶら下げています。続いて、コサードの森の住人たちのご紹介です。はじめからみんなに秘密にしておこうと思っていたわけじゃないんだ。普段はあまり喋らない、大工の義子こと、フルフルの父、ハテナを演じます森義文ふみです。ま、半端な説明だこと。あの人たちっていつもきちんと話さないんだから。 ギーコさんのお姉さんすみれを演じます柏村千秋ですでもしもだねもしだよその宝が見つかったらその宝はだね誰のものだい温厚な森の住人ポットさんを演じます浜崎大輔です私は宝なんていらない平和な暮らしがいいの冒険なんてまっぴらよポットさんの奥さんトマトさんを演じます 木下ゆかです。ギーコさんは黒子の上から青のベスト。スミレさんは深い紫色のワンピースに頭に巻いたターバンから上品な白髪が覗いています。ポットさんはチェック柄の茶色いジャケット姿。トマトさんはボリュームのある真っ赤なワンピースに緑色のカチューシャをつけて、遠くから見たらトマトそのもの。続いて、フラフラの妻ふるふると、 大役とプルトーネの紹介ですあの頃のようにみんなで歌えればいいわねフラフラ一座のアイドルスターでフラフラの妻フルフルを演じます車綺麗ですフラフラ一座は危険な集団だ一人残らず逮捕せよハラペーニョという王国の悪い大臣プルトーネを演じます菅原裕樹ですフルフルは黒子の衣装の上から フリルがついた紫色のワンピース。プルトーネは足元まである長い緑色のマントを着ています。フルフルのワンピースもプルトーネのマントも少し透けた素材で作られています。以上、12名の役者が登場します。そしてこの音声では菅原がナレーションを担当しておりますが、上演では劇団員の木下あゆみが生放送で音声ガイドを担当します。 ではあゆみさん自己紹介をどうぞこんにちは私が皆さんをコソアドの森の冒険へご案内します木下あゆみですちょっとだけ緊張しますがとっても楽しみお芝居の魔法の世界を一緒に楽しみましょうねそれでは皆様のご来場を劇場でお待ちしています